はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回の主役はこちらバナナでございます、えー。小学生の社会の内容なんですが、バナナはどうやってやってくるというテーマでやっていきましょう。えー、皆さん、バナナは好きでしょうか、まあ、もちろんここにはね、好き嫌いがあると思うんですが、えー、私は大好きです。はい、これはあのちなみに今家にあったバナナ、ちょっと熟しちゃってますけど、バナナ後で食べます。 で、今回はですね、まあ皆さん、スーパーとか、あとまあコンビニ、八百屋さんとかでバナナ買われることが多いと思うんですが、それが実際ね、まあ海外でね、取られるバナナがほとんどなので、日本の場合は。なので、それがどうやってみんなのそのおうちに、ね、まずまあ近くのスーパーとかに運ばれてくるのかっていう流れをね、ぜひみんなに知ってほしくて、授業を作っていきます。いいでしょうか。じゃあ早速ね、こういった流れ。こう来て、こう来て、こうよ。いいかな。 で、まず、日本のバナナっていうのは、主にフィリピンとかエクアドルっていう国で取られたものを輸入しています。で、ちなみに今回はフィリピンについて、ちょっとメインでね、話していくんですが、フィリピンどこでしょうかって言われた時にね、パッて出てきたかなたは、なかなか世界地図が頭に入ってる。で、ちなみに今回ちょっと、えっと、簡単な地図ですけど、日本があります。 で日本の横には、まあ、ここにね、韓国とか北朝鮮があって、まあ、中国があるんですよ。で、ここに台湾があるんですが、フィリピンはざっくり言うと、この辺にあります。この辺。ちょっと島がいっぱいね、わーってなってるんで、こんなん丸ではないんですけれど、フィリピンがここです。で、エクアドルは南米。つまりアメリカの下、あのブラジルの近くです。だからもう、日本がここにあるとこっちの方ですね。なんですが、こ、ま、こ、あ、ちょっとフィリピンの話をさせてください。 だからフィリピンとかエクアドル、もしスーパーとかでね、あのバナナ見ることがあったら、多分フィリピン産とか多いと思うんで見てみてください。で、まあ、そこで取れるわけなんですけど、まずね、ポイントがあって、ほにゃららなどがつかないように、ほにゃらら色の状態で日本に運ばれてきます。みんながスーパーで買うときは基本的に黄色のはずです。これね、バナナといったら黄色。ですが、えー、最初、取るときは黄色で取りません。何色がこっちからいきますね。 緑色の状態で収穫します。緑色。バナナは黄色の前緑色だからねで。何がつかないようにかっていうと、主に虫とかです。バナナって甘いじゃないですか。だからこの黄色くね、これ熟してる状態なんですよね。食べ頃よ。 この状態になっちゃうと甘いね、成分が出ているので、当然虫が寄ってきます。で、その虫がついた状態で運ぶのが、まあ良くないよね。良くないから、その前、熟す前の緑の状態でまあ虫がつかないように。まあ他の目的もあるんですが、そういった目的があって、緑色の状態でまず収穫をします。いいフィリピンの農園とかでね。 で、それを、まず、その外国の港まで運ぶわけです。運んで、まあトラックとかでね、運んでくる。で、ここに、またちょっとね、絵心ないんでごめんなさいなんですが、こちら、なんと、バナナ専用船です。バナナを運ぶための船です。ちなみにちょっと今回ね、このホワイトボードには書いてないんですけど、えー、日本のバナナ、ね、みんなで食べてる、日本でこう食べられてるバナナっていうのは、ほとんどが船で運ばれてます。 なので、船が、そのね、輸出入、まあ、輸入がね、できなくなっちゃうと、バナナ食べられなくなります。はい。ってぐらいに、たくさん船で運ばれているんですが、そのバナナ専用船です。で、このバナナ専用船に、そのね、運んできたものか、海外、外国で取れたものをま積みますと。で、積んで、こうやって日本の港まで運んでくるんですけど、このバナナ専用船、ちょっとね、特別な仕様がありまして、ほにゃららなまま運ぶため、ほにゃららのようになってると。 で、これ、まあ、当然ね、腐っちゃうと困っちゃうから、新鮮なまま、ね、新鮮なまま運べるようになってます。そのために、この部分ね、そのバナナを積んでるこの部分です。これが、冷蔵庫のようになってるんです。温度が管理されてる。だから腐らないんです。運んでるとき。 で、ちなみにこのフィリピンから、ここからね、日本の港まで運んでくるのに、だいたい約5日間かかります。いや、ごめんなさい。難しかった。5日間ね。だからその間にね、もちろん腐ってしまったりしちゃいけ,ない,いけないので、新鮮なまま運べるために冷蔵庫でになってると。だからこの船が運んでくれるわけです。日本の港まで。さあ、日本に着きましたと。で、ここで、よしじゃあ着いたからみんなのスーパー持ってけとは行きません。 ちゃんとみんなの元に安心、安全で届けられるように、まず輸入検査というのがあります。ちゃんと検査をするんです。例えば虫がついてないのかとか、本当に、ね、届けて大丈夫なのかっていう。ちゃんと検査をした後に、でもまだ運ばないんです。運ばない。なぜかっていうと、まだ緑色なんですよね。で、これを港の、いいですか日本の港の近くに倉庫があります。倉庫。 その倉庫はですね、すごいちゃんと管理されてる倉庫で、温度とか湿度っていうのがきっちり管理されてます。そこにバナナを運ぶんです。でちなみにその倉庫には名前があってですね、漢字一文字。この湿って漢字。だけど、ちょっと読み方がね、これで室って読みます。倉庫の名前ね、室っていう倉庫に運ばれて、そこで熟成されます。熟成。 ちなみに今回この動画をね、このシリーズを撮るにあたって、えっ、ー、と、港をね、あの、見学させてもらったんですよ。で、その時にこの室も入れてもらったんですが、その時にそのバナナ専用性がちょうどあって、バナナをこう、おろしたりとか、他の果物もね、あの、パイナップルとかもあったんですけど、そういったものがね、もう室の中にね、すっごい並んでんの。ちなみに野菜とかもあるんですけど、すごいよ。で、しかも温度もきっちり管理されてる。 そこで、ちゃんと美味しくなるように熟成されるんです。ここで甘くしていく。だから、この熟成してる時に、取れた時、まだ緑色でしたよね。だけど、ここでさっきやった、みんながよく食べている黄色のバナナに変わっていくと。それで、食べ頃になったものをトラックとかで、みんなの近所のスーパーとか、まあコンビニ、八百屋さんに運ばれて、そこで、みんなのね、お母さんとかお父さんが買って、みんなの自宅に届く。そして、 これを私もそうですけど食べることができるとこれがバナナが外国で取れたバナナをみんなのお家にね届くまでの流れとなります、まあ、すごくざっくりにはなるんですがあの今回ね、まあ、これでみんなもちろんみんなで覚えてほしいのはこれで終了なんですが一個取材をさせてもらって、まあ、驚いたことというか自分もね勉強不足だったんですけど イメージですよ。もちろんバナナが海外で取られてるのは知ってましたと。で、海外で取ったものを運んでくるんだろうな、なんて思ってたわけですよ。でも、さっき途中でも話したんですが、このね、バナナ一つ取っても、これをみんなが食べるわけです。みんなの体に入るわけ。だから、やっぱり安心で安全なもの、そのまま運ばなきゃいけない。そのために、たくさんの人が関わってます。 実は海外までね、あの、取材には行ってないですけど、その港だけでも、そのバナナ専用船から降ろすだけ、室に運ぶ、それ検査をする、たくさんの人が、この一つ、バナナ一つ取っても、安心安全を守るために、 関わってらっしゃるんだなっていうのを今回の取材ですごく感じたんですね。なので、みんなにもそのね、バナナとか他の食べ物もそうですけど、みんなの手元というか食卓に並ぶまでには、すごいたくさんの人が、その、なんだろう、熱意を持って仕事をしてるんだっていうことも、ぜひ覚えておいてもらえると嬉しいです。ではえ、今回はね、バナナはどうやってやってくるというテーマで授業をやらせてもらいました。今回の授業は以上です。ありがとうございました。